っていうのもあるんですね。いやー、この皆さんたちのプレー、本当はあと何日も何ヶ月も何年も見ていたい思いもします。日本などから来た大勢の報道陣の前で一枚の写真に収まっています。なでしこです。こちらは背中の方からしか見えませんが、おそらくカメラに向かっては満面の笑みでその写真に収まっていることだと思われます。この先に山口舞さんがマイクを持って準備しています。そちらに着いたらインタビューをご紹介できると思います。サッカーの聖地ウェンブリーだ。アメリカとのこの一戦、この試合そのものが素晴らしく、長く長くサッカーの歴史、オリンピックの歴史の中でも記録されるでしょうし、私たちの記憶にも残る一戦になりました。さすがの表情、やはり素晴らしい笑顔ですね。